レンジュソウ本着色明和ポ名は2年、神戸市立博物館館に、ボタンズケンポンチ創始天明6年3月11日は、江戸時代中期の画家。長崎で、熊白熊明ら、新人が仮想紫岩に画法を学び、江戸に帰り創始石を名乗る。陳南品の画風を、江戸で広め当時の画壇に、大きな影響を与えた。山水、火器に優れる。江戸の人。 本名は、楠本幸八郎。字は君格、または家庭。史跡の他設計、石宗田岳などと合した、若い頃の辞席は不明。ただし、楠本家の菩提寺が史跡の代で、宗恩寺から特合寺に変わっていることから、宗恩寺か特合寺の絵物資的な役割を担っていたとする説がある。四十歳半ばの法暦年間に、 長崎に赴き、熊明について、陳南品の画法を収め、ついで来白した、新人が仮想紫岩にも入門した。この詩の中で中国風に、宋史跡と名乗った。しかし画風は、陳南品の影響が濃厚である。平明で美しい写実的花鳥画を得意としする帝と、共に南品派の東西宋壁とされる。史跡は、自然系に、 基地上モチーフを散りばめた難品の画風から自然形を取り除いてモチーフを整理して画面を構成することで日本人の好みに合った画風へ変換した物類品質1763年間平賀源内著国立科学博物館の展示写真左の開かれている本が巻の子平賀源内物類品質全6巻のうち第5巻 産物図への創造を手掛け、四ストン動物図譜を模写している。著名な文人や諸大名との交流が知られる。友人としては、儒学者の村瀬大帝がいる。とりわけ、姫路藩主、堺忠寿、堺法一兄弟からは徴用された。また文人大名で知られる、松平上官も、史跡から画を学んでいる。弟子に、柴公館、旗本忠志救助。 鳥取藩御用絵師どかた、稲峰、ね、庄内藩士、藤田金光、秋藩士、岡さん、正木藩画郎、柿崎派京、聖火源氏流千葉流占いなどがいる。実施の総資山、孫の総紫岡も、画業を継ぐ。去年76。菩提寺は、西浅草の徳号寺。総史跡の名を冠した画夫は8点あるが、そのうち重要なのは、以下の3点。 ありがとうございます。